皆さん、ただいまより春の釣り体験が始まりますよ。お、放送が来た。はい、ってことでね、時間が空いてる間にいろいろ整理をしたりとか物を売ったりだとかしてたら、あっちゅう間に9時になっちゃいましたね。これちょっと売っていきましょうか。ルール説明聞きましょうかね。よいしょ。ウェイウェイ、釣り大会に2位に去ったぜ。ヒューヒュー。待ってたよね、待ってたよね、確かに。待って、待ちくたびれて寝てましたね。まあまあ、物を売ったり寝たりしてましたけど。釣り大会のルールは簡単。時間制限3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。3分釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントのためなら俺がプロデュースした魚グッズを交換してくれるから、ガンガンチャレンジしてくれよ。3分 !1 日とかじゃないんですね。ちなみに釣った魚はその下、ん?そのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きが、ん?空きとか気にすることなくいつでも参加できるってことさ。なるほど。釣り会、はい、参加しましょう。今日初めての人は参加費無料だよ。ほうほう。ほう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 。オッケー、じゃあ参加しましょう。よっしゃ。たくさんかかるから魚をたくさん釣り上げてくれよな。了解。3匹以上釣れたらボーナスポイントつくから頑張ってね。ちょっと待って。待て。魚、ちょっと待て。いた。よし、決め。いい調子。よし。次。え、全然魚いなくね。魚、え、あんまり魚いないんだけど、どういうことだって。あ、てか音楽めちゃめちゃいいな。音楽めっちゃまったりしてるのにすごい焦らされるのはなぜだろう。あ、いた、あ、行っちゃった。川魚でもいいんだよな。あ、いた。よっしゃ。ほい。てか、あっちも1分半過ぎてるじゃん。卵じゃねえか。待てよ。これはスズラじゃない。どうぞしまっておこう。待て、それはなしだぜ。それはなしだぜ。マジでか。いた。よいしょ。よし。もう一匹釣りたいね、もう一匹。そう、卵に時間取られたぞ、ある意味。あ、みんな釣りしてる、調子どう?いなくね?あ、いた!いた、よし。やらかした。いやー、3分って短い。釣り大会フィニッシュ。え、ちょっとすごい不完全燃焼。いやー、
みんな調子どうなんだろう、見に行ってこよう。どう、お魚、お魚出ておいで、僕はここだよ。やっほー、寝てないよ。釣れた瞬間のイメージしてんの、アミーゴ。全然釣れんかった。ただいま。ウェイウェイ。お疲れ様。2匹しか釣れんかった。はいはい。オッケー。知らないから、俺全部が書いてるから教えて。とにかく君が参加したチャレンジは結果を確認してやろうね。クーラーボックスに入った魚の数は2匹。アメジェと2ポイント獲得だよ。上がるー。はいはい、勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだから、ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ほう、じゃあもう一回やらせてもらう。はい、買い取って。2匹、種類は OK。 OK、 もう一回させてください。大会に参加ある OK。 2回目以降は1回につき500メル、いいよ。 OK、 OK、 いいだろう。オッケー、3分測るから。オッケーオッケー、行ってくよ、行くよ行くよ。オッケーオッケーオッケー、探そう探そう。いや2匹とかないわ、さっきの2匹は絶対に私の、あれは絶対私の間違いだと思うから。チャンプの横に穴があるのはなぜなんだい。よいしょ、大きいの。お疲れ様。お疲れ様。オッケー。オッケー。うん。クーラーボックスに入ってる魚の数全部で5匹。3匹以上のボーナスもらえるね。おめでとう。7ポイント獲得だよ。ウェイウェイ。はい。獲得したポイントは勝手にできるので、持ちポイントして溜まっていくシステム。オッケー。おはようございます。ただいまのウクライナの時刻は4月12日10時35分イッサー。うんうん、話し事がありそうですよ。皆さんもよかったら広場に見てみてくださいね。はーい。昨日ね、釣り大会全然できなかったんですよね、実は。
また次の時にお楽しみかな。そうで、じゃじゃーこんにちは、シンクと申します。その前に着替えましょうか。よし、はい、ってことで着替えました。いつはですね、ちょっと娘の方がちょっと進んでたのでこっちをね、先やっちゃったんですけれども、取っていきましょうか。キスタ、みんな着替えてんじゃん。もしかして卵どっかで見つけるかわかんなくて困ってるからね。いや、例えばいろんな木の種類の木を叩いてみるとかどうかな。硬そうな木を叩くのに疲れて柔らかそうな木を叩いてみたら、たまーに出た卵の数だけ結構違ったんだけー。なんだ、気のせいかもしんないけど、よかったら試してみてよ。そんなのあるの、ね、知らなかったわ。あ、いた、おはよう、こんにちは。新しい季節にお知らせに来ました、ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエー、拍手。あ、ウリちゃんだ。君は前この島来た時に僕見つけちゃった子だね。そうだね、僕に会ったこと約束通り秘密にしてくれたよね。いやー、みんな知ってましたけどね。あ、そうだ、僕いよいよ今日お祭りの本番だよ。イッサのお祝いってことで、イッサのお祝いってことで僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい、それじゃあ行ってみよう。玉が王様ぞ、玉が王様ぞ、いろんなところに隠されてるぞ。どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみてよ。いやだ、結構探したんだよ。祭り本番といってもやることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵を集めてきてね。6種類全部集まったらイブのプレゼントするよ。はい、これ。はい。今日参加してくれている君には、イースターのアーチのレシピをあげちゃいます。ありがとう。僕がこの島に隠したイースターはちなみに DIY レシピ全部君を見つけられたかな。全種類 DIY レシピをしてくれた人はスペシャルなご褒美を用意しているよ。じゃあ頑張って。はい、はい。手持ちが大量だな。どこだ？これか。今日はね、もうね、みんな家にいるんですよね。賑やかですけどね。あ、売れてる。ジャコティン様の、へえ、ジャコティンって誰だ。わかんねえな。はいはい。もしかどれかの種類が足りないときは、なんときは他の種類の卵を見つくれたら好きなのに1個交換してあげるよ。オッケー。卵戻ってきたよ。どれどれ、あれれ、卵の種類が足りないよ。おーい、持ってなかったか。何が足りない。地面、岩、魚、空、あれか、魚、魚、魚じゃないわ。何が足りない、葉っぱか。今やる気なくしてただろあいつ。ほらほら疲れてるよ。はぁって言ってたよ。これ行くでしょ。ほら疲れてんじゃん。ぴょんぴょんしなきゃいいのに。バレてんだよ。あ、おっしゃった。僕が隠したレシピ見つけて全部 DIY できたらいいものあげるって言ったけど、君が自分で考えたレシピの分もちろん作るのって大丈夫だからね。よろしく。で、どうした、卵持ってきたよ。どれどれ、あれれ、卵の種類が足りないよ。あれ、なんで。あれ？ 6 種類ない？あ、ないわ。なんや？どれ？うっ
ティか。ウッディがないのか。ウッディ、バズライトイヤー。探しに行こう。よいしょ。失礼。ん？なになに？持ってきたよ。どれどれ？1,2,3,4,5,6 6種類の卵が揃ってる。やったね。いいよ。よーし、頑張った君にこれをあげちゃおう。ありがとう。いいさのバスケットだよ。いくよ、せーの。やった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 。それじゃあまだまだイースター楽しんでってね。はいはい、よし。これで全部かな。じゃあイースターのバス、銀のだって。これか。あ、足りない足りない。娘が全部持ってっちゃったからな。もうないんだよね。ちょうど12時ですね。あと1個は釣ればよさておき。さてと、続きやっていきましょうかね。うん、まだいるね。牛じゃねえ、ウサギ。あ、株持ってるわ。株置いてこよう。葉っぱの卵いっぱいあるな。なんかあのね、ウサギに昼間にね、なんかもう一個追加で言われてたレシピがあった気がしたので、それを作りたいな。あってた、これこれ思います。これね、よいしょ。これで OK かな。だよ。ひょっとしてキャンタラの起き上がりこぼしも作っちゃったの。作りましたよ。キャンタラの本当に全部作ってたのね。すごいや、おめでとう。そんなとってもとってもとっても頑張った君にスペシャルなご褒美をあげなきゃね。ああ、ありがとう。イッサーのステーキが作れちゃうハッピーレシピ。おお。ちょっと思ったけど、またレシピだって。これが特別バージョンで、せーの、ハッピー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 。楽しそうだね。今日はずっとお祭りやってるから残り時間も楽しんでね。参加してくれてありがとう。了解、ありがとう。作りますか、レシピ。作る。あ、じゃあじゃあ、じゃあ覚えてないわ。覚えないと。OK。これでコンプリートですね。ステッキ。ステッキ系って。わー、ですよね。星のかけらがいるのか。ですよね。じゃあこう、ごちゃってっけど、まあまあ。これも最後にかぶさって。わ、すごーい。これ触ったらあれなんだね。動くんだね。ほら、もよんもよん。よっしゃ、ってことでね。一応、イースターのお部屋が完成いたしましたね。よかったよかった。これ持っときましょうかね。手に持って。いかがでしょうかね。ええー、感じにできたんではなかろうか。割とね、可愛らしくできたんじゃないかな、と思います。よし。ドレッサー。コードセットが登録されてないよ。
うなんだろう。おっ、なるほどね。よし、これでね、僕もセットで、ああ。よし。よし、服もセットできましたし、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければね、また次回も見に来ていただければなと思います。ではでは、バイバイ。